アリの誕生日です。これからガトーショコラを作りたいと思います。もうすぐ彼が帰ってきます。眠いけどお迎えの準備。ダーリンの大好きなチップでお迎えの準備完了。ステップ3、ダーリンを誘拐。確保確保確保。ダーリン、なんでもう車にいる。お腹空いたからお菓子かなんかチョコレート食べたかったのに。誘拐誘拐した。着替えてもいないよ。どこ行く？マック？マス？どこ行くの？確保しました。どこ行く？即お出かけだった。何で息切れしてる？焦った。時間が間に合わないと思って、こんにちは。チーズバーガーのポテト S セットコーラでお願いします。コーラで。マッシュ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 。おいしい。うまい。マッシュ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 バーガー誕生日。マッシュ、しかもチーズバーガーはチーズバーガーでもただのチーズバーガー。モスチーズバーガーじゃなくてじゃなくてただのチーズバーガー。次次どこ？たらー、ニャングスク来ました。ニャングカフェ初。 Are you ready? ニャー行くぞー。ニャー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 。やばいね。レディードリンク。やばいです。こんな大量の猫に囲まれたのは生まれて初めてじゃないでしょうか。ダーリン、デジ見てるのいる。あっちね。この子足に近くない？仲良し寝てるよ。見てこっち行ってる。でかいね。ていうか近いんです。皆さん皆さん近いです。あの子はさ、あれは子じゃない？うん。何で逃げる？触らせてくれた。みんなさ、置物みたいに寝てるんです、抱っこはしないの？確か逃げたってよ。しおんちゃん、おかえり。もう一回おかえり。もう一回おかえり。おかえり。もう一回。なんでこれ。いっぱい来るってよ。助けてください。おー、やばい。何匹いるこれ。くちゃした。でかいのいるこっち。この子もじゃない行った。こっち今度。ゆっくり行った。見て、めっちゃ近い。ちょっと尻尾が触れてるんですよ、私。ちょっと今いい手、いい絵が撮れてるよ、ダーリン。また来た。また来た、こいつ。
また来た隣に、なんでと思う？なんでと思う？なんでと思う、ダーリン？ダーリン！トラみたい、ヒョウみたい、ヒョウ。あ、いた、いた。おちり。この子に好かれてるってとってもうんねあのカーラーやってる子のさうん乗ってきた乗ってきましたよ乗ってきたうんマリーがもうそのブロヤマさんうんなんかリリシーモデルみたいの来たよ足乗ってるのに乗ってきた、うん、いつ長い、うん、全乗りだね全乗りうんうんうんいっぱいいるいっぱいいる渋滞が起こってる猫渋滞こっちはなんか甘いものがあるね。うん。シュリシュリ。なんでこの子ずっと近くにいるの？あなたなんでダーリンの隣にいるんですか？抱っこ。ダーリン今日誕生日って分かっているんですか？うん。ね、あ、誰か私のスカートの中に入りました。近いんです。うん？譲渡会って何？ネズル。近いんです。見て。うん。誰かシューシュー言ってる。見て。意味がさ、オーマイガー。ダーリン、ダーリン、ダーリン、ダーリン。うん。はいはいはい。こっち見てごらん。気になる。こっち見てごらん。これ噛んだらダメだよ。これ噛んだらダメだよ。取ればよかった今背中乗った人がいたよ今誰ね背中乗った人カラーがいたのなんで見てるの、うんしてごらん。ダーリン。はいはい、おしまい。ダメ、ダメ。一回ちょっと下げてみて。どうやって？そうそうそう。紐狙われた。こっちからお願いしていいと思う？何を？おー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 ハイタッチタッチハイタッチタッチハ
バックから来た。なんで違うの来た、うん、新しいのが背中になってきた、うん、島みたいになってるよ。絶対出るな横の状態で。みんな10匹ぐらいいるよ。いっぱいいた。カメラ目線がいる一人。いる。カメラ目線がいる一人。すごいね、うん。こんなにいっぱいいた？登った登った。うん。猫にマスクこんなにやっちゃう。どうだった？可愛かったって。史上最強に猫がいっぱいいた。史上最強に猫がいっぱいいる、ね、多分100匹がいると思うぜ、ね、ハッピーバースデーハッピーバースデーハッピーハッピーハッピーツーユー。いつ買ってきたこれ。先週ぐらいに話してなかった。そうそう、これ食べたよねって。いつの間にケーキ来た。今だったケーキ。すごいね。あ、取れてる取れてる取れてる。どうしていい。ハッピーバースデーハッピーバースデー。はい、はい、イエーイ。まだかなと思ったら、はい、はい、って作った。そうだよ。すごいケーキ、あんちゃん手作りケーキ入刀。ダンダンジャジャーン。サクッといってるね。なんか硬いわけよ。デジ生クリームも入ってる。入ってない。なんとも。あ、はっさびよい。刺さるとこだったよ今。ちょっと割れた。あれなんかいい感じじゃない、うん、今のところ、うん、どうでしょうか。食べよう。どうだ。まだ余ってるっちゃ。このうち見たら。開けます。はい、うん、上サクサクだね。うん、うん、なんかさっくりさっくりだね。うん、これなのがいいんだね。さっくり。うん、で中はさほのかにしっとり。うん、うん、うまい。チーズ食べる人。はい。だいぶ久しぶりじゃないこれ。クリスマス以来ぐらいじゃない。うん、たまらんね。何食べない。うん、うんうん、なんかちゃんハラペーニョとか入ってるよ。あれ、これでいって、これが味するの。うん、止まらなくなるからさ。あ、映画映画。うん、明日は手術。明日は一日ぐったりかな。何見るでしょうか。明日の王子様。ピンポン。あったわけ。すごいね、うん、あったんです。トレーラーは面白そうだったよ。このオープニング聞いたことある、一番楽しかったことは何ですか。猫カフェでさ、猫が乗り放題だったって。うん、肩に乗られた。座ってたらどっかから飛んでくるって肩に。あ、
一回誰か、あの、踏み台に踏み台にもされたしジャンプしてきて、背中ね、ピョンってどっか行ったりとかさ、どっかからいきなりポンって乗ってきたりとかさ、いきなり来るって、後ろからいきなり来るよね。何の心も準備してない、痛くなかったからよかったけどさ。今日もお腹いっぱいなんです。あんちゃん何が楽しかった？誘拐作戦をさ、一、うん、人で思い浮かんで浮かべて笑ってたんです、一人で。今日車の中で、うん、お家で、うん、こんなしいよって想像してる時に確保した。びっくりしたよ、帰ってきてさ、お部屋に上がろう、部屋、ね、部屋まで上がろうと思ったらさ、エンジンついた後してさ、なんでこの場所から聞こえるのってパッて見たら、あんちゃんが車に立ってもそのお家帰ることもなく連れて帰ったって。お仕事帰ってきたばかり、もう夜も更けてまいりましたけど、うん、ベッドに行く。明日は手術だからね、眠らないといけない。明日が手術だから、38歳の誕生日はちょっとのんびりだった。うん、38歳になっちゃった。また誕生日プレゼント買いに行くかもしれない。うん、恋なんかは1歳になりました。うん、早いよね。去年我が家にやってきた。では皆さん、はい、コロナに負けずに頑張りましょう。手術に備えて寝ます。バイバイ、おやすみなさい。おめでとう。ありがとう。うん、痛っ、ゴンちゃった。今ハマったぜ、痛かった。あと2歳で40と大丈夫だよこの人。うん、どうする、ちょっとあのキャラを、キャラ替え、キャラ替えする。バイバーイ。バイバイ。